ってるからね、ちゃんと、もうオープニングさん、ちゃんとコンビニのとこ行ってね。訓練、訓練、地震が発生しました。頭を手やカバンなどで守り、体をかがめて身を守る行動をとってください。訓練、訓練、地震が発生しました。頭を手やカバンなどで守り、体をかがめて身を守る行動をとってください。昨日言ってたから色紙また書いてもらおうかな。あ、書くよ。あ、そういえばさ、昨日買ったでしょ。買った。おめでとう。ありがとう。今日どうにあるかにゃ。今日買ったら日本一。あ、俺行く。そうそうそう。え、今日も行くの？今日行くよ。マジか。にゃーな。うん。さっきな、写真見たら白さが写真白な、エビちゃんの勉強してきたから次はうまく書ける気がする。エールちゃんもちょっと記憶がかすかに覚えてるよ。ね、どうしようかな、どっち書いても両方書いとく。ちょっとあ、両方書いて。エールちゃん見せ、写真見せようか。いや、ちょっと記憶力が記憶で書く。え、似てるよ、結構。似てる？結構似てる。記憶しちゃうの、記憶。ありがとう。これ、これが、これが。はい、おはよう。いや、見事な。いや、もういい試合だった。おい、阪神、岡田。あれやな、お守り的にな、特にのグッズを1個買ってもらわないかな。巨人ファンのグッズいらんの。巨人ファンじゃないですよ、特に特にのこの缶バッジを1個買って。いや、別にあの揉めてないのよ。揉めてないもん。ありがとう、ありがとう、バイ。
にゃーちゃーちいかわじゃんにゃーにゃーこれからもやっていくんだよな、この業界でやっていくんだよね。じゃあまず聞かずにからだよ。そうだよ、まず底辺のキャラからな、ひとつゆきさんとなちゃんと世話していくんだよ。このにゃーにゃーと特集したらもっと有名キャラと絡めるからね、わかった？そうですよ、わかってますか？奈々ちゃん一回戻るならさ、うん、俺またもう日本シリーズ行かなあかんから。あ、行くの？そう、優勝しちゃう。そう、日本一だ。そう、あのエールちゃんが描いてくれたニャーちゃんの絵と一緒に最後写真撮りたいんやけどさ。あ、いいよ、撮った撮った。分身分身のレースある？あ、ここでも大丈夫。持てる？色紙。持てる、持てる。これニャーちゃん、はい、エールちゃんが描いた。あ、かわいい。それ邪魔じゃねえ。オッケー、ありがとう。ありがとう。